はい、こんにちは。今日はもう暑いですね。梅雨は多分明けたんじゃないかという気がします。33度ぐらいはあるでしょうか。これは生育中のエアコンですね。4月5月あたりに植え付けてですね、12月、霜が降りる前に収穫となります。まだ、膝丈よりちょっと大きいぐらいですけども、これが最終的にですね、背丈ぐらいになってですね、エアコンは作るのは簡単ですね。植え付けてこうして、あと草だけ管理しておけばどんどんでかくなります。とても簡単な作物ですね。12月になりましたら、掘り上げて1ヶ月ほど出していきます。今日のテーマはですね、はい、これ分かりますでしょうかね。竹です。私の畑、借りている畑の境にですね、竹やぶがあります。いわゆる隣の地主様はどなたか知りませんけれども、ほったらかしですね。ですので私の畑の方に、竹がこのように入ってきます。今一方ですね、ちょっと7時30分ぐらいかけてちょっと折ったところですね。毎年ですね、苦労します。耕作放棄地になりますと何が問題なのか、竹が生えてくるんです。で、私のこのやり方です。今年ちょっと試してみてるんですけども、地上からですね、約1メーターぐらいのところで折るというやり方ですね。ちょうどこの辺りですね。そうすると下から水分が上がってですね、その竹のみならず地下茎まで、枯らすというやり方ですね。これを本で読みまして試してるんです。これが1ヶ月ぐらい前に掘ったやつですね。このように真っ黒になってですね、枯れていくんです。まあこのやり方でですね、抑えられるかどうかっていうのはまあ微妙だとは思いますけれども、ちょっと今年試してるんですね。で、これだけ畑にですね入ってきちゃうと、このようにですね作付けができません。で、この竹をちょっと今折ってみますが、高さはですねこれで6メーターぐらいです。このようにですね、自分の全体重をかけて、ちょっと分かりますかね、よいしょよいしょよいしょ、ぐっと持ち上げてですね、なんて言うんでしょう、これはドンキホーテのように風車に突っ込んだドンキホーテのように、このようにですね長い槍を突き刺して、このように折っていきますね。汗だくでございます。このようにですね、だーっともう竹を折ったんですけども、これで竹が抑えられるんでしょうか。まあ冬になりましたらですね、ここにユンボーっていうシャベルカーみたいなやつをですね持ってきて、幅3メーターぐらいでずっぽりと溝を切っちゃえばいいんでしょうけども、なかなかね、そういうことやってる時間がないんであれなんですけども、ということで、はあ、畑に竹が生えるというこの問題、どうしたらいいんでしょう。お隣の地主さんは誰かわかりませんけれども、なんとかしてほしいと切に願うわけだしなんですけれども、田舎ではですね、もうこうしたことは日常的に起こってます。誰がどう解決していくんでしょうかという、百姓の縁の熱い熱い一日でした。それではまた。